こんにちは、速稼塾の久保です。今日も一人で稼ぐシリーズをね、お伝えしていこうかと思いますけども、新垣君からやっぱり情報発信をね、やっぱしていくしかないよってことをお話しいただいたんですけども、まさにそうなんですよ。まあそういえばそうなんですけども、じゃあ今の時期ね、どんな情報発信すればいいのかってこともやっぱ考えていかなくてはならなくて、ただ闇雲に情報発信すればいいってもんではないんですよね。もちろん最初の段階として何でもいいから情報発信するという習慣をつけるために闇雲にやる時期はあるんですけども、もしねコンスタントにできるようになったら、やっぱ今のテーマに即したこととか、今マーケットが必要としている情報を提供するという情報発信に変えていかなくてはなりません。まあ私のね、やっているこの一人で稼ぐシリーズでは、今回まあ融資についてちょっとお話しましょうか。空前絶後のチャンスが来ています。経済産業省のホームページからダウンロードしてきた資料があるんですけども、これはね、今政府としての取り組みなんですよ。どういう取り組みかというと、とにかくお金を借りろと、無利子無担保でいい、しかも元本の返済すら場合によってはいらないよってことなんで、もう空前のばらまきなんですよね。これに気づいてる方はどのくらいいますかね。その話を知っているよっていうことぐらいは知ってると思うんですけども、経済産業省がこれだけの厚みのあるページを出すぐらい、そして厚生労働省からもそうです。住宅政策金融公庫もとにかくお金を借りろと、上限4800万で借りてくれと、さらに銀行からもダブルで借りてくれと、銀行からも4800万借りてくれっていうふうに内々にまあ言ってるわけなんですよね。それはなんでかっていうと、住宅政策金融公庫っていうのは政府の貸し付け機関なんですよ。そこが4800円お金を貸すことによって、さらに資金が潤沢になってくれれば返済がまあやってくれるだろうという考えなんですよね。まあですんで、今ね、中小企業の経営者さんとか個人事業主の方、空前のお金借りれるブームなんですよ。でお金を借りたらやっぱり返済をしなければなりませんけども、だからといって今自力で売り上げを上げられますかってことなんですよ。しかも今回の融資っていうのは、まあ、ほぼですよ、ほぼ無審査と言ってもいいぐらいのザルなんですよ。いくらでもお金を借りてくださいと、担保いりませんと、利子いりません、さらに場合によっては数年後の返済いりません、いやいや返済を5年後からスタートでいいですよみたいなね、そんなことも書いてあるわけですよ。じゃあこういうふうな空前のお金借りれるブームの時に借りなくてどうするんですかってことなんですよ。無利子無担保ということはどういうことかというと、あなたでも借りれるんですよね。いや自分には無理だと思ってるでしょ。違うんですよ。早く借りてもらわないと、経済産業省をはじめですね、各省庁、そして住宅政策金融公庫も報告を上げないといけないんですよ。資金の流通は順調にいってますよと、皆さんお金を借りてくれてますよ、どん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 資金放出してますよっていうふうにね、よくね、ETF の買い入れで、この前も日銀が ETF を6兆円買うところを12兆円に増額しましたって言いますけども、これ私たちに関係ありますかね。実は関係ないんですよ。まあ、FX とか株をやってればその値動きの方にダイレクトに反映されてきますけどもね。ただ私たちみたいに単なる労働者だったりとか、中小企業の経営者だったりね、個人事業主に ETF の買い入れで株価が上がったり下がったりとかあんまり関係ないんですよね。だからマーケットに資金を放出しているように見えて、まあ私たちには渡ってこないわけですよ。じゃあ私たちに今回ね、初めて資金が来るわけですよ。すごい金額きますよ。総額 1.6 兆円で徹底的に支援って書いてますよね。うん、サプライチェーンの既存等にも対応と、相談窓口の設置等で経営を下支え、もうはっきり言ってあなたにもお金を貸しますよってことなんですよ、ね、これはすごいチャンスだと思いますよ。その借りたお金で、今までの借金をね、全部返済すればいいじゃないですかね。消費者金融に50万借りましたと、毎月の返済が苦しいですと、なかなか今のキャッシュフローではやっていけませんって方、もう全てね、住宅政策金融公庫で4800万とは言いませんけども、1000万でもね、500万でも借りて全部借金返済してください。そして住宅政策金融公庫にちょろ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 30年とかで返せばいいんですよ。そしたらどれだけチャンスが広がるかってことなんですよね。じゃあこういう情報と情報をもとにですね、私はこういうふうに考えてますってことをプラスアルファして情報に付加価値をつけて発信するってことが非常に重要なんじゃないかなと思いますよね。で今回の件ね、本当にね、いや1億円ぐらい私も借りたろうかなと思うんですけどね、うん、で私の会社の決算書を持ってすれば1億円ぐらい借りれますからね。今すごいチャンスだと思いますよ。これなんかいいのかなと思いますよね。それはね、確かにここで1億円借りれたら、私はね、50年返済ぐらいで悠々と暮らしてやりますよ。みたいなことをね、考えることもできます。ちょっと急いでいこうかな。それでは行ってきます。